植物知識、牧野富太郎、前書き。花は、率直に言えばせ食器である。有名な蘭学がくしゃのお田川洋庵先生は、彼の著。食学経減2花は動物の印象のごとし、生産反則の取り手始まるところなり、と書いておられる。すなわち花は誠に美麗で、かつ趣味に富んだ生食器であって、 動物の醜い生殖期とは運命の差があり、とても比べ物にはならない。そして見たところ何の醜悪なところは一点もこれなく、全く微点に満ち満ちている。まず花弁の色側が目を引きつける、加工が我が花を打つ。直し際に注意すると、花の形でも額でも注意に値せぬものはほとんどない。この花は、種を生ずるために存在している器官である。 もし種子を生ずる必要がなかったならば、花は全く無用の長物で、植物の上には現れなかったであろう。そしてその家系、過食、雌有罪の機能は種子を作る花の構えであり、花の天から受け得た役目である。ゆえに植物には花のないものはなく、もしも花がなければ、花に変わるべき器官があって生殖を司さどっている。 ただし最も過当なバクテリアのようなものは、体が分裂して繁殖する。植物には何故に種子が必要か、それは言わずと知れた子孫を継ぐ根源であるからである。この根源があればこそ、植物の種族は耐えることがなく地球の損する限り続くであろう。そしてこの種子を保護しているものが、果実である。草でも木でも最も勇敢に自分の子孫を継ぎ、 自分の種族を絶やさぬことに全力を注いでいる。だからいつまでも植物が地上に生活し、決して絶滅することがない。これは動物も同じことであり、人間も同じことであって、何ら違ったことはない。この点、上等下等の生物皆同権である。そして人間の幸運は前期の通り草木と同様、我が種族を広大へ伝えて絶やさせぬためであって、 別に特別な意味はない。子を産まなければ種族はついに耐えてしまうに決まっている。つまり我らは、食かす種族の中継ぎ役をしてこの世に生きているわけだ。故に生物学上から見て、そこに中継ぎをしえなく、その義務を怠っている者は、人間社会の反逆者であって、独身者はこれに属すると言っても、あえて差し支えはあるまいと思う。 つまり天然自然の法則に背いているからだ。人間に男女がある以上、必ず配偶者を求むべきが当然の道ではないか。動物が子孫を継ぐべき子供のために、その全生涯を捧げていることはセミの例でもよくわかる。暑い夏に泣き続けているセミはオスゼミであって、一生懸命にメスゼミを呼んでいるのである。うまくランデブーすれば、 オスゼミは漢字として死での旅路へと急ぎ、哀れにも木から落ちて死骸を地に晒し、アリの絵となる。しかしメスゼミは卵を産むまでは生き残るが、卵を産むが最後、オスゼミの後を追って死んでゆく。いわゆるセミと生まれて地上に入れては、全く生殖のために全力を打ち込んだわけだ。これは草でも、木でも、虫でも、鳥でも、獣でも、人でも、 その点は何ら変わったことはない、つまり生物は皆同じだ。我らが花を見るのは、植物学者以外は、この花の新目的を探避するのではなくて、多くは、ただその表面に現れている身を召喚して楽しんでいるに過ぎない。花に言わすれば、誠に迷惑しごくと過骨であろう。花のために、一菊の涙があってもよいではないか。花、ボタン。 牡丹、すなわちボタンは中国の原産であるが、今は日本は元より西洋諸国でも栽培している。誰でも知っているように、極めて巨大な美化を開くので有名である。今その栽培してあるものを見ると、その花用、過食すこぶる多様で、黄色、紫色、白色、黄色などのものがあり、また人絵咲き、八重咲きもあって、 その満開を望むと五人はいつも、その花の異様、その花の華麗に驚嘆を禁じ得ない。ボタンに対し中国人破炭色の花、すなわち赤色のものを上々としており、すなわちボタンにの字を用いているのは、それがためである。またボタンのオスは、春に寝上がりからその芽が大しく出るから、その字を用いたとある。つまりオスは、盛んな意味として書いたものであろう。 今はどうか知らぬが、昔は中国のある地方では、それが茨のように茂っていて、原住民はこれを伐採し燃料にしたと書物に書いてある。ボタンはキツネのボタン科に属するが、この科のものは皆総本であるにかかわらず、一人このボタンは落洋館僕である。総本なる尺薬に禁煙の種類で、パイオニアサフルティコーサアンドルの学名を有している。 この種名のサフルティコーサは赤んクの意である。またパイオニア・モータン・シムスの学名もあるが、この種名のモータンはボタンの意である。そしてその俗名のパイオニアは、パイオンという古代の医者の生命に基づいたものである。ボタンコンピは薬用となるので、それでこの医者の名を付けた次第であろう。日本ではボタンのネボタンが今日の通名となっている。 他には初かぐさ、名取草の名があり、古名には深み草の名がある。右の初か日草は初か日草で、これは昔、藤原忠道の歌の。先きしより散り果てつるまで西ほどに、花のもとにては使えにけり、に基づいたもので、つまりボタンの花の森が久しいことを称えたものだ。一つの花が咲き、次のつぼみが咲き、 株状のいくつかの花が残らず咲き尽くすまで見て、20日もかかったというのであろう。いくらボタンでも、はじめりんの花が20日間もしぼまず咲いているわけはない。中国では、ボタンが百花のうちで第一だから、これを買おうと唱えた。さらに風紀か、天候国色、家臣などの名が呼ばれている。宋の応用収の落葉ボタンの木、は有名なものである。 ボタンは、木の高さ通常は90から120センチメートルばかりに成長し、まばらに分子する。春早く芽がいで、葉は互生して傭兵があり、2回、3回分裂して服用の姿をなしている。さつき、死体に大なる花を開き、花けいおよそ20センチメートルばかりもある。かかにある五学編は縮損して籠に残り、 八な内し多変の花弁は初め打ちへ抱え込み、間もなく開き、香りを放って花子に散落する。花中に多有髄と、細毛あるにないし五個の脂肪とがあり、脂肪は花子に乾いた果実となり、後避けて大きな種子が現れる。多くの年数を経た古いボタンにあっては、高さが180センチメートル以上にも達して幹が太くなり、多くの枝を分かち、 たくさんの葉を茂らし、花が一種状に数百輪も開花する。私は千年、この巨大なボタンを飛騨高山市の奥田邸で見たのだが、この株は多分今でも健在しているであろう。これはその土地で、奥田のボタン、と評判せられて有名なものであった。多分こんな大きなボタンは、今日日本のどこを探しても見つからぬであろう。 もし果たしてそうだとすれば、これは日本一のボタンであると折り紙をつけてよかろう。もしも高山市へ赴かれる人があったら、一度必ずこの大ボタンを見て来られてよいと思う。ボタンの図、釈薬。和名としてこんにちが国では、釈薬を釈薬とジオンで呼んでいることは、誰もが知っている通りであるが、しかし昔はこれをエビスグサあるいはエビス薬と唱え、 古家では顔グサといった。エビスグサはエビスグサエビス薬はエビス薬、共に外国から来たことを示している。顔グサは顔グサで、花が美麗だから、そういったものであろう。元来、尺薬の原産地は、シベリアから来た満州、中国の東北地方の北部、の原野である。はじめシベリアで取った発火品へ、 ロシアの学者のパラスがパイオニアアルビフローラパラスの学名をつけてその図説を発表したが、満州、中国の東北地方一帯に算するものには単鉱化のものが多い。しかしそれは元より同種である。種名のアルビフローラは白花の意である。日本に作っている釈薬は中国から伝わったものであろう。今は広く国内に倍養せられ、 その花が美麗だから囚人に愛せられる。中国では人に別れるとき、この花を贈る習慣がある。つまり離別を惜しむ記念にするのであろう。尺薬は出根性の双本で、その根を焼くように供する。春に根頭から勢いの良い赤い芽を出し、見て誠に気持ちが良い。十分成長すると、高さはおよそ90センチメートル内外に達し、 その直立せる茎は通常まばらに分子する。葉は茎に母生し、再産出式に分裂している。各紙単に一花ずつ開き、直径はおよそ12センチメートル内外もあろう。かかに五辺の緑額があるが、つぼみの時には丸く閉じている。花弁は閉会し、およそ十辺内外もあるが、しかしかよう。 花色種樹多様で何十種もの園芸的代わり品がある。花芯に黄色の多有髄と三内脂肪の脂肪がある。芍薬の姉妹品で我が国の産地に見る発火品は山芍薬で、その単光化品は紅花山芍薬である。花は芍薬に比べるとすこぶる貧弱だが、その果実は見事なもので熟して裂けるとその内面が親赤色を呈しており、 極めて美しい特徴を表している。尺薬の図、水仙。水仙は水仙を音読した。その水仙が今日本の普通名となっているが、昔は我が国でこれを折衷かと呼んだこともあった。元来、水仙は昔中国から日本へ渡ったものだが、しかし水仙の本国は決して中国ではなく、 大昔遠く南欧の地中海地方の原産地からついに中国に来たり、そして中国から日本へ来たものだ。中国ではこの草が海辺を好んでよく育つというので、それで水仙と名付けたのである。千波千人の仙で、この草を族を脱している仙人になぞらえたものでもあろうか。水仙は彼岸花火に属して、その学名をナルシスタ絶タえる。というのだが、 この種名のタゼッタはイタリア名の小皿の胃で、すなわちその花中の黄色花弁を小皿に見立てたものである。そして俗名のナルシスは麻痺の胃で、それはその草に含まれているナルキッシネという毒成分に基づいたものであろう。水仙の花は早春に咲く。すなわち地中の球根、球根は俗言で正しく言えば周長輪系、から、葉と共にかけ、 植物学上の語で言えば定位を引いて直立し、慶長に数花をつけて横に向かっている。花には小孔があり、元の方にはこれを用して膜質の方がある。そして小孔の頂に、緑色の脂肪、植物学で破壊脂肪と言われる。海脂肪のある花はすこぶる多く、キュウリ、カボチャなどのウリ類、奇境の花、梨の花、ラン類の花、あやめ、 ハキツバタなどの花の死亡は皆会でいずれも花の元、すなわち花の外に暮らしている、があり、死亡の上は加藤となり、この花筒の末端に白色の六花外変が閉会し、花としての姿を見せよいかを放っている。そしてこの六花二のが異列三辺が額にあたり、内列三辺が花弁である。このように、花びらと額との外観が見分けがたいものを、 植物学では便利のためかがいと呼んでいる。この回転せる A 白色かが路辺の中央に、西欧色を呈せる皿状花弁を据え、花より花つかこと相まって、その花の品位極めて高潮であることに、我らは賛辞を惜しまない。そしてこの水仙の花を、中国人は金三銀代と呼んでいる。すなわち銀白色の花の中に、 黄金の杯が載っているとの形容である。水仙科の花藤の内部には黄色の六遊水があり、花筒の底からは一本の花柱が立って、その中東派三気しており、従って脂肪が身室になっていることを暗示している。そして花去の死亡の中には卵子が入っている。それにもかかわらず、この水仙には耐えて身を結ばないこと、 蚊の避難花、あるいはシャガと同様である。けれども、急根で繁殖するから、実を結んでくれなくっても、一向になんなの不自由はない。そうしてみると、水仙の花は無駄に咲いているから、もったいないことである。ちょうど、孔を産まない女の人と同じだ。水仙は花に伴うて、通常は4枚、極めて超えたものは8枚の葉が出る。 喪失が厚く迫力食を呈しているが、毒分があるから、ニラなどのように食用にはならない。地中の球根を突き潰せば強力なノリとなり、女の乳がんの腫れたのにつければ効くと言われる。元来、水仙派改変地方の植物であって、産地に生える草ではない。某州、千葉県の南部、曹州、神奈川県の一部、その他諸州の海辺地には、 それが天然性のようになって生えている。これはもと人家に栽培してあったものが、いつの間にかその球根が脱出して、ついに野生になったもので、もとより日本の原産ではない。このように野生になっているところでは、玉霊色と中国で称する八重咲きの花が見られる。また聖火と呼ばれる下品な花も現れる。死な水仙といって、 よく、このような場合のよくは脳の字を書くのが本当で、近頃のように一点張りによしの字を書くのは誤りである。これはキャンとグッドとを混同ししたものだ。ちょっと老馬心までに、水盆に乗せて花を咲かせているものがあるが、これは人口で球根を咲き、多数の家計を追い出させたものだ。決して別種の推薦ではない。こんな球根への細工は、 その方法をもってすれば日本ででもできる。推薦の図、帰境。帰境は漢名、すなわち中国名である帰境の音読で、これが今日は学にでの通名となっている。昔はこれを蟻の皮きと唱えたが、この名は早くに捨てれて今は言わない。また古くは帰境を丘と時と言ったが、これも早く背後となった。この丘と時の丘は丘で、 その生えている場所を示し、トトキは朝鮮語でその草を示している。このトトキの語が、今日なお日本の農民館に残って、釣り金層一名釣り金人参、すなわちいわゆる社人をそう言っている。右の丘トトキを昔は朝顔と呼んだと見えて、それが宋小獣の表した我が国最古の辞書である。新鮮辞教、に載っている。故にこれを根拠として、 山の上の奥ラの読んだ万葉花の秋の七草の中の朝顔は、奇境だと言われている。今人家に栽培している鶴草の朝顔は、ずっと後に研究しとして中国から来たもので、秋の七草中の朝顔では決してないことを知っていなければならない。奇境は奇境かなか著名な一層で、プラティコドン・グランディフロラム A、DC の学名を有する。 この俗名のプラティコドンはギリシア語の広い金の意で、それはその広く口を開けた形の果敢に基づいて名付けたものである。そして種名のグランディフロラムは大きな花の意である。卑怯破産屋の公葉地に生じている宿根層であるが、その花が見事であるから干渉花層としてよく人家に植えられてある。茎は直立して90ないし150センチメートルばかりに達し、 傷つけると歯と共に吐く乳液が出る。葉は緑色で利面体吐く、葉系径歯降系ないし双卵系で尖り、妖艶に再挙脂がある。ほとんど無兵で茎に誤生しあるいは擬態生しあるいは擬ン生する。秋に茎の上部分子し、少子単に五列セル小形化を一輪ずつつけ、大きな生死食のび花が咲くが、栽培品には二重咲き花、 白花、単王花、絞り花、大型花、大型花、奇形花がある。そしてその蕾のまさにほころびんとする刹那のものは、丸く膨らみ、今にもポンと落として避けなんとする姿を呈している。花中に五遊水と五中刀ある一家中刀があるが、この遊水は先に熟して花粉を散らし、四髄に属する五中刀は後に熟して開くから、 自分の花の花粉を受けることができず、そこで昆虫の助けを借りて、他の花の花粉を運んでもらうのである。つまり気境下は、自家結婚ができないように、天から命ぜられているわけだ。植物界の色々な花には、こんなのがザラにある。花を研究してみると、なかなか興味のあるもので、なでしこなどもその例に漏れなく、もしも今昆虫が地球上におらなくなったら、 植物で絶滅するものが続々とできる。花の時の脂肪は緑色で、その上縁に強小な語学片がある。過後、この脂肪は成熟して果実となり、その髪型の昇候より黒色の種子が出る。地中に直下する根旗肉で、気境根と少死巨炭材となるので、従ってこの気境が大切な薬用植物の一つとなっている。 春に目立つ新葉の苗は、食用として美味である。奇境の図、林道。林道というのは漢名、林道のとオンの音点であって、今これが日本で、この草の通称となっている。中国の書物によれば、その葉は隆起のようで実が肝のように苦いから、それで林道というのだと解釈してあるが、しかし葉が苦いというよりは根の方がもっと苦い。 すなわちこの根からいわゆる現地穴ンキが生成られ、権威剤に使われている。林道は昔苦なと言った。すなわち、その草の味が苦いからであろう。また晩秋、兵庫県南部、では起こり落としと言うそうだが、これもその草を煎じて飲めば味が苦いから、病気の起こりが落ちる、すなわち治るというのであろう。また葉が笹のようであるから、笹林道の名もある。 林道は紅葉の産地、もしくは原野の草館に多く生ずる出根草で、茎は30から60センチメートルばかり、葉は狭くて尖り無兵で茎を抱いて耐性し、前辺で幼虫に三十脈があり、元来緑色なれど、火を受けてお々紫色に染んでいる。秋吹け手の子を、その花は形長に集合して咲き、また商油液にも咲く。果果に緑学があって、 尖った五つの協調編に分かれ、果敢は大きな筒をなし、口は五列して副編がある。この果敢は非常に日光に敏感であるから、日が当たると開き、日が陰ると閉じる。故に雨天の日は終日開かなく、また夜中も無論閉じている。閉じるとその形が筆の穂の形をしていてねじれたたんでいる。色波乱試食で外は大々か試食を呈しているが、 稀に白花のものがある。頭中に五遊髄と一子髄とが見られる。籠には、縮尊果間の中で調教上の果実が熟し、二つに裂けて細かい種子が出る。このように果実が熟した後茎きかれ行き、根は残るのである。花は形が大きくかつ花肌風情があり、ことにもろもろの花のなくなった晩秋に咲くので、この上もなく懐かしく感じ、 これを愛する気が悠然と湧き出るのを禁じ得ない。されども、人々が野や山より移して庭に採食しないのはどうしたものか、やはり、野におけれんげそうの類かとも思えども、しかしそうのでこれを楽しむ人もないようだ。林道は林道家に属し、我が国では本家中の代表者と言ってよい。そしてその学名は現地アナスカブラ・ブンゲバー、バージェリ・マキシム、である。 この学名中にあるバーはラテン語バラエタス、英語のバラエティの略字で変種ということである。この林道族、ゲンティアナには、我が国に30種以上の種類があるが、その中でアサマ林道、東薬林道、小山林道、春林道、筆林道、コケ林道などは著名な種類である。右のアサマ林道は、伊勢、三重県、 の浅間山にあるから名付けたものだが、またとさ、高知県、のよ小倉山にも賛する。根の味が最も苦く、よく振り出して権意のために引用するセンブリは、いつに投薬ともいい、やはりこの林道家に属すれど、これは林道族のものではなく、全く別族のもので、その学名をスワーシャ・ジャポニカ・マキノといい、効力ある薬用植物として。日本薬局法、 に登録せられている。秋に原野に行けば、採集ができる。林道の図、あやめ。あやめといえば、誰でもあやめかなかのアイリス族のものと思っているでしょう。それもそのはず、今日ではあやめと呼べば一般にそうなっているからだ。しかし厳格に言えば、このあやめはまさに花あやめと言わねばならぬものであった。なんとなれば、一方に本当のあやめがあったからだ。 とはいえ、この本当のあやめの名は、実は今日ではすでに廃れてそうは言わず、ただ子かなどの上に残っているに過ぎない運命となっているから、そう心配するにも及ぶまい。右に子かと言ったが、その古歌とはどんな歌か、今試みに数首を次に挙げてみよう。ホトトギス伊藤と木梨あやめ草。カズラ二世彦湯泣き渡れ。ホトトギスまてど木中津あやめ草。 玉に抜く日を未だとを見か。あやめ草引く手もたゆくなガキネの。イカで朝さかの沼にをひけむ。こととぎすなくやさつきのあやめ草、あやめも知らぬ恋もするかな。などがある。さてこの歌にあるあやめ草、すなわちあやめは、勝負すなわち白章のことである。世間一般に根勝負と呼んでいる水草をあやめと書くのは間違いで、 勝負は実は赤章の中国名である。勝負の名はこの勝負から出たものではあれど、それは元来は間違いであることをわきまえていなければならない。そして前のアイリス族の花綾やとは、全く違った草である。昔、右の勝負を綾やめと言っていた時代には、今のアイリス族の綾やは、前期の通り花綾やと言って花を冠していたが、 勝負に対するあやめの名が廃れた後は、単に綾やと呼ぶようになり、これが今日の通称となっている。すなわち白将が綾やであったときは、今日のあやめが花綾やであったが、綾やの名が勝負となるに及んで、花綾やが綾やとなり、時代により名称に変遷のあったことを示している。あまねく人の知っているかのいた拳の利用に、 イタコデ島のマコモの中にあやめ咲くとはしおらしい。というのがある。この歌はその中にあるあやめがこんがらかって、嘘と誠とで織りなされている。すなわちこの歌の作者は、歌のあやめを美化の咲くアイリスのあやめとしているけれど、このアイリスのあやめは、決して水中に生えているマコモの中に咲くことはない。そしてこのあやめ張りくそうだから水中には育たない。 マコモと一緒になって生えている水草のあやは、コメイのあやで今の勝負のことであるから、これならマコモの中に一緒に生えていても、何も別に不思議はない。さあことだ、ビカを開くあやはマコモの中にはなく、マコモの中に生えているあやは、つまらぬ顕著な緑色の細かい花が、ブロ的な下水をなしているに過ぎなく、普通の人はあまりこの花を知っていないほどつまらぬ花だ。 上の歌の、真この中にあやめ咲くとはしおらしい、のあやめは、真この中に咲かなく、つまらぬ花を持った昔のあやめ、勝負、が咲くばかりであるから、この利用の意味が全くめちゃくちゃになっている。歌は綺麗な歌いだが、実物上から言えば、全く事実を取り違えたつまらぬ歌だ。初めてその事実の誤りを摘発して世に発表したのは私であって、記事の題は、 実物上から見たいタコデ島の利用、であった。それはちょうど今から16年前の昭和8年のことだ。綾やの図、柿きつばを書いたついでに、それと同族の柿きつについて述べてみよう。柿きの語源は柿きつけ花の意で、その天下である。すなわち、柿きつけはすりつけることで、その果汁を持って布をすり染めることである。 昔はこのような染め方が行われて、柿たの花の汁を染料にしたのである。その証拠には、万葉集、に次の歌がある。墨の絵の浅さ葉を布柿ばた。絹にすりつけ木むひ知らずも、柿た絹にすりつけますらをの、木い狩りする月は木に蹴り。この二つの歌を見れば、柿たの花の汁で布を染めたことがよくわかる。こういう場合の、 よく、お、よく、と書いてはいけない。今からおよそ十年余りも前に、広島県秋の国、県の西部の北京なるや旗村で、広さ数百メートルにわたる柿椿の野生群落に出会い、折伏し6月で、花が一面に満開して相関を極め、大いに今日を催し、早速たくさんの花を摘んで、その支柱でハンケチを染め、また白シャツに擦りつけてみたら、 たちまち美麗に染まって、大いに喜んだことがあった。その時、今日に乗じて左の節句を吐いてみた。絹にすりし昔の里かかきつばた。半ケチにすって見せけりかきつばた。白シャツにすりつけて見るかきつばた。この里になり来ればここも歌。見おとりの死ぬる光輪屏風かな。見るほどになんと懐かしかきつばた。犬は牛散るを見破天かきつばた。 世人、いや、歌読みでも、廃人でも、また学者でも、柿たを柿たと書いて涼しい顔をして収まり返っているが、何ぞ知らん。柿たは決して柿たではなく、これをそう言うのは、とんでもない誤りであることをご人は悟らねばならない。力はすなわち柿たとは何か、柿たの本物は狐のボタン化に属する非演奏の一種で、王非演奏。 すなわちデルフィニウムグランディフロラムエール。と呼ぶ陸生宿根草本で、藍色のびかを一花水に七八花も開くものである。その花形が、あたかもツバメが飛んでいるような格好から、それでカキツバタの名がある。茎は細長く、高さおよそ60センチメートル内外で立ち、葉は細かく分裂し茎に合生している。そしてこの草は中国の北地。 並びに満州、中国の東北地方、には広く原野に生じているが、我が日本にはあえて虫ない。柿椿と同様なお,お間違いをしているものは、アジサイである。日本人は誰でもこのアジサイをアジサイと信じきっていれど、これも誠におめでたい間違いをしているのである。このアジサイは、中国人でもそれが何であるか、その実物を知っていないほど不明な植物で、 ただ中国の白楽天の詩集に、わずかにその歌が載っているに過ぎないものである。元来、アジサイは海岸植物のガクアジサイを親として、日本で出生した花で、これは決して中国物ではないことは、我ら植物研究者はよくその意憾を知っているのである。カキツバタは水辺、並びに湿地の宿根草で、この俗中一番鮮美な紫花を開くものである。 葉は創生し、戦力色で幅広く、線形に配列している。初夏の甲、幼虫から茎を引いて継承に花をつける。花の元に2、3辺の大きな緑宝があって、中に3個の蕾を用し、1日に1かずつ咲き入れる。花は中に緑色の開脂肪があり、幅広いなく3辺が垂れて、花を美しく派手やかに見せており、 狭い花弁三辺が直立し、あやの花と同じ様子をしている。花中の花柱は大きく産季し、その端に中等があり、その産季辺の下には白色薬の湧水を隠している。この花も同族のあや花勝部、一発などと同じく中売化で、昆虫により湧水の花粉が中等に伝えられる。花が棲むと脂肪が増大し、 ついに蝶、楕円状、円柱形の果実となりか威列して種子が出るが、花内はミムロに分かれている。過食は紫のものが普通品だが、また栽培品にはまれに白花のもの、白地に四半のものもある。極めて稀苦く、花びらが六辺になった遺品がある。学名をアイリス、ライビ型フィッシュ、と称するが、その種名のライビ型は光沢あっていかつないで、 それはその葉に基づいて名付けたものであろう。そして俗名のアイリスは虹の井で、それは俗中多くの花が美麗な色々の色に咲くから、これを虹に例えたものだ。カキツバタの図、紫、万葉集、に、つくまぬに生ふる紫絹に染め、未だ傷して色にいでけり、という歌があって、この自分染料として、普通に紫草を使っていたことを示している。 紫は日本の名で、思想派中国の名である。根が紫色で、紫を染める染料となるので、この名がある。そしてその学名はリソスパーマムエリスロアヒゾンシエブ、エトズック、である。すなわちこの種名のエリスロアヒゾンは、アザから言えば石根の意であるが、その意味から言えば死根の意と下せられる。俗名のリソスパーマムは石の書子の意で、 この属の果実が、石のように硬い種子のように見えるから、それでこんな字を用いたものだ。この紫は、山や紅葉の層中に生じている宿根層で、根は飛行していて地中に直下し、単一、あるいは枝分かれがしている。そしてその根皮が、政治は暗視色を呈している。茎は直立して60から90センチメートルに成長し、 小はまばらに分子している。葉は非神経で尖り、無兵で茎に五星し茎とともに毛があり、葉面は迫力色を呈している。少子には法葉があって、その方液に一輪ずつの小さい白花が咲くから、緑色の草中にあってちょっと目につく。花の元の緑額は5選列し、果間は高凡形で仮面5列し服状を成している。 加藤内に五遊髄と一子髄とがあり、家中のもとに指示をなした脂肪がある。果実は小粒状の硬い文化で、灰色を呈して光沢があり、負けばよく生えるから、この紫を栽培することは、あえて難事ではない。ゆえに王子は、これを畑に作ったことがあった。野生のものは総皿にはないから、染料に使うためには、 ぜひともこれを作らねばならぬ必要があったのである。そしてこの仕込の上等品は染料の型へ回し、加等品を薬用の型へ回したものだそうな。昔は紫の色はみな仕込んで染めた。これがすなわち、いわゆる仕込染めである。今はアニリン染料に圧倒せられて、仕込染めを見ることは極めて稀となっている。私は千年。 秋田県の花輪町の染物屋に頼んで、絹地にこの仕込ん染めをしてもらったが、なかなかゆかしい地色ができ、これを娘の羽織に仕立てた。今それをアニリン染料の紫に比べれば、地色が派手でないから、ク人が見れば凝っているが、素人の前では損をするわけだ。私はさらに銅染物屋で赤染めもしてもらったが、赤染めの色は赤みがかったオレンジ色であるから、 あまり引き立たないが、なんとなく上品である。そしてこの四根染めも赤染染も色々の模様を置くことができず、みなしぼり染めである。紫と武蔵野は付き物であるが、今日武蔵野には紫は生じていない。しかし昔はそれがあったものと見えて、紫の一元ゆえに武蔵野の、草は見ながら哀れとぞ見る、という有名な歌が残っている。 紫を取りたい人は、富士山の裾野へ行けば、どこかで見つかるであろう。紫の図、スミレ、春の野といえば、すぐにスミレが連想せられる。実際スミレは春の野に咲く花であるが、しかし人家の庭には栽培してはいない。万葉花の中にはスミレが出ているから、歌人はこれに関心を持っていたことがわかる。すなわちその歌は、 ファルのヌにスミレ罪みにとこしあれぞ、ヌを懐かしみ人よねに蹴る、である。スミレは今、いろいろのスミレの種類を総称するような名ともなっていれど、その中で特にスミレというのは、スミレ本類中一等有品で、脳腰色の花を開く無形成創生種の名であって、これを学名では、ビオラ・マンドシュリカ W。ベック、と言っている。満州、中国の東北地方一帯。 にも算するので、それでマンドシュリカ。満州の、という意味、の種名がついている。そして日本にはスミレの品種が実に百草ほど、変種を入れるとこれ以上、もあって、これが皆スミレ属ビオラに属する。これによってこれを見れば、日本は実にスミレ品種では世界の一等国と言ってよい。スミレ、すなわちビオラマンドシュリカ W、ベック。 派出根層で、葉は一株に創生死長傭兵があり、傭面は長径で鈍巨死がある。葉と同じ株から家計を引いて花が咲くのだが、花は傾聴に一輪付き、速報に向こうで開いている。家計には必ずその途中に強調な方がほとんど耐性してついており、花には緑色の語学変と、色のある五花弁と、五勇随と、一子随とがある。 かけは一種から一二本、超えた株では十本余りも出ることがある。そしての牛食の花が、いつも一目を引くのである。五辺の花びら中、花宝の一花弁には、後ろに突き出た巨と称するものを持っている。元来、このスミレの花は中ばいかなれども、今日では大抵のスミレ類は果実が実らない。そして花の澄んだ後に、 微小なるエイサカがしきりに生じて自家受精をなし、よく果実ができる特性がある。ゆえにスミレの美化は全く無駄に咲いているわけだ。しかしここにいうビオラマンドシュリカ W、ベック、のスミレは、その浄化の後でよく果実の実っているものを見かけることがある。このスミレもその後では、しきりとエイサカによっての果実が続々とできるのである。一体、 すみれの花は昆虫に対し、とても巧妙にできている。まず花は速報に向いているので、昆虫が来て止まるに都合が良い。花弁は上の方に二辺、両側に二切れ、下の方に一辺がある。そしてこの一辺の後方に一つの虚のあることは、前に記した通りである。花が開いていると、たちまち蜜蜂のごとき昆虫の訪問がある。 それは鼻の後ろにある虚の中の蜜を吸いに来たお客様である。早速自分の頭を鼻中へ突き入れる。そしてそのくちばしを虚の中へ突き込むと、その虚の中に二つの手このようなものが出ていてそれに触れる。この手小用のものは、母雄髄中の下の二雄髄から突き出たもので、昆虫のくちばしがこれに触れてそれを動かすために、雄髄の役が動き、 その役からサラサラとした油気のない花粉が落ちてきて、昆虫の毛のある頭へ降りかかる。そしてこの昆虫が良いか厳密を吸うた上は、頭に花粉をつけたままこの花を自死去って他の花へ行く。そして同じく花中へ頭を突き込む。その時、前の花から頭へつけてきた花粉を今度の花の花中、 それはちょうど昆虫の頭のところへ出てきている花虫の末端の中等へつける。この中等に羽根液が出ていて、持ってきた花粉がそれに粘着する。花粉が粘着すると、早速花粉管が花粉より伸び出て、花虫の中を通って脂肪の中の卵子に達し、それから卵子が成長して種子となるが、それと同時に脂肪は成熟して果実となるのである。実にスミレ類は、 このように昆虫とは縁の深い関係になっているのである。しかし各昆虫に努力させても、花が果実を結ばず無駄咲きをしているものが多いのは、誠にもったいなき次第である。それはちょうど水仙の花、ヒガンバナの花などと同じ趣向きである。スミレの葉はカゴに出るものは、だんだんとその大きさを増し、 形も長三角形となって花の時の葉とはだいぶ形が違ってくる。スミレの果実は三角辺からなっているので、それが階列すると全く三つの角辺に分かれる。そしてその角角辺内に二列に並ぶ種子を持っている。角辺が開いたその際は、その種子があたかも船に乗ったように並んでいるのだが、その角辺がだんだん乾くと、 その両縁が内方に向こうて収縮、すなわち押し狭められ、ついにその種子を圧迫して急に押し出し、それを遠くへ飛ばすのである。何の必要があって各飛ばすのか、それは広く遠近の地面へないを生えさせんがためなのである。またそれのみならず、その種子には肉う、カルンクル、と呼ぶ難肉がついていて、これがありの食物になるものだから、 その地面に転がっている種子をアりが見つけると、皆それをワガスに運び入れ、すなわちその何肉を食い、その硬い種子をばもはや不要として巣の外へ出し捨てるのである。この出された種子は、その巣のほとりで発芽するか、あるいは雨水に流され、あるいは風に飛んで、その落ち着く先で発芽する。かくてその墨根がそこここに繁殖することになる。このように、 この肉うがついている種子は草の王、キケマン、竹に草などのものも皆そうで、いずれも皆ありえのごち走を持っているわけだ。各植物界のことに気をつけると、なかなか面白い事柄が見出されるのである。春いち早く紫の花が咲くスミレにツボスミレ。今日の植物界ではこれを立ちツボスミレと言っていれど、これ廃墟不要な名でツボスミレが昔からの本名である。 というものがある。このツボスミレも早く歌人の目に留まり、万葉の歌に。山吹の咲きたる延のツボスミレ。この春の雨に盛りなりけり。つばなぬく浅字ヶ原のツボスミレ。今盛りなりやが思う落葉がある。このツボスミレは前期の通り紫花の咲くスミレで、他のスミレよりは早く開花する。延ではこのツボスミレが最も早く咲き。 かつたくさんに咲くので、そこで家人の心を引きつけたのであろう。つぼすみれはつぼ、中庭のこと、すみれ、すなわちてすみれの意である。花の後ろの虚がつぼの形をしているからつぼすみれという、という古い説は何ら取るにたらないひがごとである。昔からすみれの字をすみれだとしているのは、この上もない大間違いで、すみれは何らすみれとは関係はない。 いくら中国の辞典を引いてみても、スミレをスミレとする解説は一向にない。昔の日本の学者が何に戸惑うたか、これをスミレだというのは馬鹿らしいことである。それを昔から今日に至るまでの一切の日本人が、古い一人の学者にそう満着せられていたのは、そのおめでたさ加減、まあ何ということだろう。金という植物は元来、 畑に作る素材の名であって、また金彩とも、キンとも、キンとも言われている。中国でも作っていれば、また朝鮮にも栽培せられて食用にしている。植物学上の所属はカラカサバナカで、その学名はアピアム・ブレイブ・オレンズ・エル。である。これは西洋でも食用のため作られていて、蚊のセロリ、セロリがそれである。 今日ではこの和名をオランダ蜜葉と言うから、すなわちスミレは確かにオランダ蜜葉とせねばならなく、それが決してスミレではないことを誰でも承知していなければならない。昔文禄慶長の役の時、加藤清正が朝鮮からこの趣旨を持ってきたというので、このオランダ蜜葉に昔清正人参の名があった。パンジーはスミレ族の一種で三色スミレと呼ばれる。すなわち、 一花に三つの色があるというのである。スイートバイオレットは匂いすみれで,で園芸品となっている。通常紫色の花が咲き、匂いが高いから好期を救う西洋人に大いに尊ばれている。一体日本人は花の匂いに冷淡で、あまり興味を引かないようだが、西洋人と中国人とはこれに反して非常に加工を尊重する。カのソ敬、ジャスミン、 などは大いに中国人に好かれる花の一つで、市場で売っており、バラの毎回、日本の学者は浜ナシ、すなわち誤っている浜ナスを毎回としていれど、それは無論誤りである、もう同国人に尊ばれ、その花に加工があるので茶に入れられる。ユエニティ・ローズの名がある、スミレノズ、桜草。桜草はよく人の知っている仮草で、どんな人にでも愛せられる。 またその名もよくつけたもので、誠にその花にふさわしい名称である。通常桜草と書いてあるが、これは元より中国名すなわち漢名ではなく、単に桜草を漢字で書いたものたるに過ぎなく、桜草には中国名はない。そしてその学名はプリムラシエボールディモレンフォーマスポンテイアタケダ。であるが、この学名の中にあるフォーマは品の儀でその代わり品を示しており、 スポンテイヤ・ハジセイのイ、種名のシエボールディハカの有名なシーボルトの人名であり、俗名のプリムラは最初の儀で、筆胸花の早咲きを意味したものである。桜草は平野に生ずるが、また山の高原地にも見られる。しかし、そう普遍的にどこにもあるものではない。東京付近では、蚊の田島の原にたくさん咲くので、そこは天然記念物に指定せられている。 また新州、長野県、軽井沢の原にもあり、また遠く九州分後、大分県、野田地方にもあると言われている。宿根草で、これを人家の庭に植えてもよく育ち、毎年花が咲いて可愛らしい。葉は一株から二三枚ほどいでて毛がある。長い傭兵を備え、葉面は楕円形で重居士があり、洋室は柔らかくてシワがある。 4月頃か経が葉よりは高く立ち、経長に産景をなして証拠ある数花が咲く。過去に五列せる緑学があり、花感は黄金形で下は花藤となり、閉会せる仮面は五辺に分かれ、各辺の頂は二列していて、その上をすこぶる桜の花に彷彿している。花の直径はおよそ2センチメートルばかりで、花色は高子色であるが、たまに白花のものに出会う。 加藤内には五遊髄と一紫髄とがあって、紫髄の元に一脂肪がある。この桜草の園芸的培養品にはおよそ二三百の代わり品があって、皆これまでの熱心な園芸家により、苦心して作り出されたものである。これは世界中に類のないもので、大いに我が国の誇りとするにたる花である。ここに最も興味のあることは、この桜草。 同族の他の種も同様、野花には二様の差があって、それが株によって異なっている事実である。すなわち一方の花は五つの雄水が加藤の入り口直下についていて、その死髄の花中は短い。また一方の花は雄髄が加藤の中途についていて、その花中は長く花ずつの口に達している。すなわち前者はこう遊水短下中の花であり、 後者は低遊水潮家中の花である。ゆえにこれらの花は自分の花粉を自分の中等に伝うことができず、是非ともそれを持ってきてくれる何者かに依頼せねばならないように、自然がそう鉄則を設けている。誠に不自由な花のようだが、実はそれがそう不自由でないのは面白いことではないか。なんとなれば、そこには花粉の橋渡し役を務めるものがあって、 タエズコの花を訪れるからである。そしてその訪問者は蝶々である。花の上を飛び回っている蝶々は、時々花に止まってな高度となっているのである。今、蝶が来てこうゆうずいてイカ中の花に止まったとする。すなわちその長いくちばしを早速花に差し込んで、家庭の蜜を吸う。その時そのくちばしにこうゆうずいの花粉をつける。 次にこの蝶が低雄髄硬化中の花に行き、そのくちばしを花に差し込む。そうすると低雄髄の花粉がそのくちばしに付着するばかりでなく、前の花の高尾しべからつけてきた花粉を硬化中の中等につける。また右の低雄髄の花からその低雄髄の花粉をつけてきた蝶は、その花粉を低下中の中等につける。このようにその花の受精するのは、 どうしても他の花から花粉を持ってきてもらわぬ限りそれができないから、自分の花粉で自分の花の受精作用は全く不可能である。鷹の花粉で自分の花の受精作用を行わんがために、この桜草の花は有水の位置に上下があり、滴水の下中に長短を生じさせているのである。天然の細工は流々、とに巧妙と言うべきではないか。 こうなると竹結婚ができ、従って強力な種子が生じ、子孫繁殖には最も有利である。植物でも自家受精、すなわち自家結婚だと自然種子が弱いので、そこで多家受精、すなわち竹結婚して競争な種子を作ろうというのだ。植物でこんな工夫をしているのは誠に簡単に値する。今それを人間に例えれば、 同族結婚を避けて他族結婚をしたこととなる。実際縁の近い人同士の結婚はあまり有利でなく、これに反して縁の遠い人同士の結婚が有利である。それゆえいとこ同士の結婚などはあまり褒むべきものではなく、強権な子供を欲しいと思えば、縁類でない他の家から嫁をもらうべきである。前述の通り桜そでさえ、 自家結婚を避けて竹結婚を歓迎しているではないか。言い古した言葉だが、人にして草にしかざるべけんや、である。日本には桜草属の種類がおよそ30種ばかりもあるが、その中で一番立派で大きな形のものはクリン草で、これは世界中でも有名なものである。温室内にある桜草類には中国産のものが多く、品桜草、乙女桜、 春子桜などはその名が高い。とにかく、観賞花として桜草の類は、上々なものである。桜草の図、ひまわり。ひまわりは一名ひぐるま、一名日輪草、一名ヒューガーアオ葵と呼ばれ、アメリカ合衆国の原産であるが、早くに広く世界に広まり、諸国で栽培せられている。そして我が国へはけだし、昔中国からそれを伝えたものであろう。 今は我が国内でもあまねく諸州で作られている。通常は干渉花想として植えられているばかりで、その実を喰らい、あるいはそれから油を絞るなどのことはやっていないようだ。つまり有用植物としては帰り見られないでいる。世人は一般に、ひまわりの花が火に向こうて回るということを信じているが、それは全く誤りであった。 千年私が初めてこれを看破し、日曜日回り日に回らず、と題して当時の新聞や雑誌などに書いたことがあった。つまりひまわりの花は速報に傾いて咲いてはいれど、日に向こうては一向に動かないことは、実地についてひまわりの花を朝から夕まで見つめていれば、すぐにその真相がわかり、全くくたびれ儲けに終わるほかはない。 このひまわりの花が日光を追うて回るということは、元中国の書物から来たものだ。それは、秘伝家教、という書物に次の通り書いてある。すなわち、ひまわり、毎巻の頂上にただ一家あり、欧弁大神、その形版のごとく、太陽に従いて回転す。もし日が東に昇ればすなわち花は東に向かう。日が天に中すればすなわち花たちに上に向かう。 日が西に沈めば、すなわち花は西に向かう。である。これが、ひまわりの日に向こうて回転する、という中国での説である。ひまわりは菊花に属する一年無双本で、その学名をヘリアンサスエル。と称し、俗にサンフラワーと言われている。すなわち太陽花、すなわち日輪花である。無俗名のヘリアンサスは、 これまた同じくサンフラワーと同義で日輪化を意味し、種名のアナウンスは一年生植物の儀である。なぜこの花を日輪、すなわち太陽に例えたかというと、あの大きな黄色のカバンを太陽の面とし、その周辺に射出している絶頂花弁をその光線になぞらえたものだ。中央に広く陣取って並んでいる環状小花は、 その平坦な固く面を覆い埋め、下に貝脂肪を備え、下官は感情をなして、その口五列し、そして感情内には集約的に連合した五遊髄があり、中央に一本の花中があって右の薬打ちを通り、その中と右歯に帰している。花の後には脂肪が成熟して果実となり、果て中に一種子があり、種皮の中には二種を有する肺がある。 春にこの種子を巻けばよく生ずる。はじめ緑色の二枚の葉が回転し、その中央から茎が出て葉をつける。そしてその葉には油を含んでいる。茎は巨大で、高さが2メートル以上にも達し、あたかも棒のようである。葉は広くて、超傭兵を備え、茎に護生しており、高卵系で三大脈を有して、妖艶に祖巨子があり、茎と共にザラついている。 茎の頂に一花あるものもあれば、また分子してその各子単に一輪ずつの花をつけるものもある。また品種によって花に代償があり、その大なるものは直径およそ2 0トルばかりもあろう。このひまわりの花は、他の菊花植物と同じく集合花で、そのおののを学問上でフロレットと称する。すなわち、 この小花が集まって一輪の花を形作っている。こんな集合花を植物学上で問う浄化と称する。菊花の花はいずれも皆登場花である。つまりより合い世帯、すなわち一の社会を組み立ている花である。そしてこのより合い世帯には分業が行われて大変にこの花に利益をもたらし、それがためにたくさんの種子がよく実ることになっている。 ひまわりの花はーバイカである。昆虫が花の蜜を吸いに来て、カバン面にあるたくさんな小花の上を這いまわると、花が一度に受精する巧妙な仕組みになっている。これは他の菊花植物も同様である。右に分業と言ったが、すなわち、カバン上にある小花はもっぱら生殖を司り、 周辺にある絶上小花は、昆虫に対する目印の看板と合わせて生殖を担当している。こんな分量などがよく行われ、かつ樹勢が巧妙に行き渡り、また種子の分布も巧みなので、菊花植物は地球上で最も進歩発達した花である、と評価せられている。そして菊花植物は、他のいずれの花のものよりも勝ってたくさんな種類を含み、花肌優勢である。 ひまわりの姉妹品に菊芋があって同族に列する。その学名をヘリアンサスタベロサスエル。この種名破壊系を有するい、と称し、俗にジラソルまたはジェルサレムアーティチョークと呼び、やはりアメリカ合衆国並びにカナダがその原産地である。地中にジャガイモ、バレーショというは大間違い、のよう中井系が生じて食用になるのだが、それに全く伝粉はなく、 ただ犬林、ごぼうと同様、があるのみである。味は淡白であってうまくないから、誰も食料として歓迎しない。かれども方法をもってすれば、砂糖が生せられるから捨てたものではない。ひまわりの図、百合中国に百合という一種の百合があって、白い花が咲く。これは中国の特産であって、日本には見ることがない。そして百合は、 一人この白花ゆり、リリム SP、主名未称の声有する徳名である。ユリとは、その地下の球根、植物学上で言えば臨形、に多くの臨辺があって早々と重なっているから、それでそうゆりと言うとのことである。ところが日本の諸学者は誰でもユリは笹さゆ学名はリリム巻のいこいつ、であると言っている。しかし笹さゆは、 日本の特産で中国には虫ないから、元よりこのユリに中国名のユリの名があるわけはない。この一点をもってしても、笹サユリがユリではないことがわかる。そして日本ではなおユリをユリのそうなのように思っており、ユリといえばよくユリと書いているが、それは全く間違っている。日本産のユリには多くの種類があれども、一つもユリにあたるものはない。えにユリを、 日本のいずれのユリにも、それに対して用いてはならない。世間の女の子によくユリ子があるが、これは正しい書き方ではない。故にユリ子と言いたければ、奏でユリ子と書けば問題はないことになる。右のような次第だから、身を言えば、ユリの字面を日本のユリからは追放すべきもので、ユリの名はその語源が全く不明である。 また昔はユリを咲いと言ったらしいが、これもその語源がわからない。しかしユリの創造語源では、ユリの茎が高く伸びて重たげに花が咲き、それに風が当たるとその花が揺れるから、それでユリというのだ、と言っていることがある。ユリの諸主は皆出根そうである。地下に臨茎俗に言う求根があって、これが生命の源となっている。 すなわち形容を吐かれても、この部はいつまでも生きていて死なない。右、臨形は白色、あるいは黄色の臨片が相重なってなっているが、この臨片は実は葉の変形したものである。そして地中で養分を蓄えている役目をしているから、それでた肉となり、多量のデンプンを含んでいるオクラを成しているが、それを人が食用とするのである。 右の輪辺が愛用して固まり、玉を成しているその玉の下に創生して髭状を成しているものが、ユリの本当の根である。そしてなお輪形から出ている一本の茎にも、その地中部には真の根が応出して生えている。茎は輪形、すなわち球根から一本入れて直立し、強調な葉がたくさんそれに母性している。茎の小は多く葉分子して花をつけているが、 花は皆美しくて好期のあるものが少なくない。そして花は上向きに咲くものもあれば、横向きに咲くものもあり、また下向きに咲くものもあって、皆昇降を有している。花墓街、額、花びら同様な姿をしているものを、便宜のため植物学上で墓街と呼んでいる、が六ペあるが、それが内外二列を成しており、その外列の三ペが学編であり、 内列の三辺が花びらである。そしてその元の方の内面には、よく蜜が分泌せられているのが見られる。六本の湯水があって、おのおの画家が異変の前に立っており、長い菓子の先にはブラブラと動く役があって、たくさんな花粉を出している。この花粉には色があって、それが着物につくと、なかなかその色が落ちないので困る。 ゆえに、人によりユリの花を嫌うことがある。花の底には一つの緑色の脂肪が立っており、その頂に一本の長い花柱があり、その末端はすなわち中等腕三次形を呈し年活で花粉を受けるに都合をよくできている。右のように花の中にある脂肪をば、植物学上では上位脂肪と言っている。ユリの花は一印い中媒下で、 主として蝶々が花を目当てに頻品と訪問する上得意である。それで美麗な花食が虫を呼ぶ看板となっており、その加工もまた虫を誘う一つの手引きを務めている。訪問客、すなわち蝶々はその長いくちばしを花中へ差し込み、加害の元の方の内面に分泌している蜜を吸うのである。その時、その虫の体もくちばしも役に触れて、 その花粉を体やくちばしにつける。そして他の花へ飛び歩いたとき、そのつけてきた花粉を粘着する歯いの中東へ、知らず知らずつけるのである。すなわち蝶と花とが、利益の交換をやっているわけだ。こうしてユリは脂肪の中の卵子がはらみ、後種子となって子孫を継ぐもといをなすのである。たくさんあるユリの種類の中で、 最も普通で人に知られているものが、鬼ゆりである。これは中国にも虫、ケンタンの名がある。それは蚊が異変が反感し、かつ赤い殻である。この鬼ゆりの球根、すなわちケイは白色で食用になるのであるが、少しく苦味がある。このゆりの特徴は溶液にシュガが生ずることである。これが地に落ちれば、 そこに死病が生ずるから繁殖さすには都合が良い。またこの鬼ゆりは大々畑に作ってあるが、なお諸々に野生もある。面白いことには東京地方へ旅行すると、農家の大きな藁葺き屋根の高い胸に鬼ゆりがいく株も生えて花を咲かせている不情である。鬼ゆりの花は通常一枝であるが、時に八重咲きのものが見られ、これを八重天外と称するが、 天外百合は鬼百合の一名である。山ゆりは立派な百合であって、関東諸国に野生し、また人家にも作られている。大きな花が咲き、その満開の時はよく似合う。その花外片は元来は白色だが、片面に活石色の斑点がある。花外片の中央紅色の深いものは紅筋ゆりと唱えン調せられるが、これは園芸的の品である。 白王というのは、加害片が白くて反転なく中央に木筋の通っているもので、これも園芸品である。山百合の球根は、食用として上々なものである。ゆえに古えより、料理百合の名がある。またその産地に基づいて吉野百合、宝来寺百合、永山百合、浮島百合の名がある。元来、山百合の名は、 笹百ゆりの一名であるところの山ゆりの名と重複するので、今の山ゆりは、これを吉野ゆりか、あるいは料理ゆりと呼んだなら極めて良いと思われる。山ゆりの名は、なんとなく土臭い感じがして、一向に上品に聞こえない。この山ゆりは日本の特産で、中国にはないから、従って中国名はない。日本の学者は、女南星、 という中国の書物にある天候ゆりを山ゆりだとしていれど、それは無論誤りである。山ゆりは、輸出向きには一等重要なゆりである。従来非常にたくさんなこのゆり根が外国に輸出せられたが、これからも残時にその盛況を見るに至るであろう。笹ゆりは、関西諸州の産地には多く野生しているが、関東地方には耐えてない。しかし関西の地でも、 あまり人家には作っていない。茎は90から120センチメートルに成長して立ち、なんとなく上品な色を呈し、花も単革色で、すこぶる優雅である。前期の通り、このユリにも山ユリの名があり、またサユリという名もある。サユリはサツきユリの略されたもので、それはサツき、旧暦の5月、今日では6月にあたる。 の頃に花が咲くからそういうのである。カのコユリは、極めてカビな花が咲く。花色鉱石色で、濃厚色の点がある。日本のユリ中、最も優れた花色を呈している。このユリは四国、九州には野生があって、いつも断崖のところに生じている。ゆえにその茎は向こうに突きで、あたかも釣りを差し出したようになっており、 その先に花が下向いて咲いている。ゆえにとさ、高知県、では、これを滝百合と言うのだが、同国では断崖を滝と称するからである。偏種に白花の品と炭鉱色の品とがあって、その炭鉱色のものを曙けぼのゆ新章、と言い,い、白花のものを白玉百合と呼んでいる。これは共に園芸品である。鉄砲百合は沖縄方面の原産で、 筒の形をした純白の花が横向きに咲き、好機が高い。このユリを筑前、福岡県北東部、では、高砂と呼ぶことが書物に出ている。そしてこの鉄砲ユリは、輸出ユリとして著名なもので、その球根が大量に外国に出ていく。作ユリは、伊豆七島における八丈島の南にある小島青ヶ島の原産で、日本のユリ中、最も巨大なものである。 花は純白で好奇強く、実に見事なユリで、この属中の王様である。球根も極めて大きく、鱗片も大型で肉厚く黄色を呈し、食用ユリとしても上位を占むるものと言ってよろしい。スかしユリは、普通に栽培して花を咲かせていて、その花色には赤、黄、カバ、赤みを帯びた黄色、などがある。花は上向きに咲き、 加外編の元の方が互いに空いているので、スカシユリの名がある。諸国の海岸に野生しているユリに、外ヶ浜ユリとも、天目ユリとも、浜ユリとも、また岩戸ユリともいうカバイロカのユリがあるが、これは右スカシユリの原種である。東京付近では某州、千葉県の南部、総州、神奈川県、図州、伊豆半島と伊豆七島へ行けば得られる。高二ユリは、 鬼ユリに似て小さいというのでこの名があるが、一にすげユリとも言われる。それは葉が強調だからである。産地紅葉の草中に野生し、鬼ユリのごとき炭石色の花が咲き、暗褐色の斑点がある。球根は食用によろしい。姫ユリはその名の示すごとく可憐なユリである。関西地方から九州にかけて山野に野生があるが、そう多くはない。 茎は60から90センチメートルに立ち、強葉を護生し、小に少数の枝を分かちて、極めて美麗な真っ赤色の花が上向きに咲く。この一辺種に、小姫百合というのがある。茎は細長く花は軽松に位置に輪作。この品は野生はなく、全く園芸品である。車百合は、その葉が車輪状を成しているので、この名がある。 花は継承に一花ないし数花点灯して咲き、反感セルカが異面に暗点がある。高山植物の一つであるが、雨前、山形県の飛島に生えているのは珍しいことである。右の他か姫さユリ、竹島ユリ、タ田ゆり、博多ゆり、笠サユなどの種類がある。ウバユリというの廃材を放ったユリで、元はユリ族、リリム、に入れてあったが、 私はこれをユリ族から独立させて、カーディオークリナムなる別族のものとしている。その葉はユリの諸子とは違い、高猾なる心臓形で盲状脈を有し、花は一形に数花横向きに開き、緑白色で左右総称状になっている。臨系の臨片も極めて少なく、花が咲くとその臨系派不死し、その側に一二の死病を残すに過ぎない特徴がある。 この族のもの日本に2種、1はウバユリ、2はオオウバユリである。インドヒマラヤ山地方に産する偉大なウバユリ、すなわちヒマラヤウバユリもこの族に属する。輸出ユリとしては日本が第一で、年々たくさんな球根が海外へ出ていたが、戦争でとんざしていたけれども、これから再び、前日のような盛況を見るであろうことは受け合いで、我が国演芸会のために、 大いに祝してよろしい。その輸出ゆりの第一は山ゆり、次が鉄砲ゆり、次がかのこゆりという順序だろう。これらのゆりは、日本でなるべくその球根を大きくなるように培養して、その球根を輸出する。先方ではそれを一年作って、さらにその大きさをまさしめ、そして次年に勢いよく花を咲かせてその花を昇願する。花が咲いた後、 弱った球根は捨てて帰り見ない。ゆえに年々再々日本から絶えず輸入する必要があるので、この貿易は向こうの人の花の思考が変わらぬ以上いつまでも続くわけで、日本は誠にまた問え難い良い得意先を持ったものだ。また、良い百合をも持ったものだ。万歳万歳、百合の図、花勝負。花勝負は世界のアイリス属中の王様で、 これが我が国の特産植物と来ているから、大いに花を高くしてよい。アメリカでは花勝負会ができているほどなのであるが、その本国の我が国では大した会もないのは誠に恥ずかしい次第であるから、大いに奮起して、世界に負けないような花勝負学会を設立すべきである、と私は手意証するに躊躇しない。アイリス族中の各種中で、花勝負ほど一種中。 ワンスピーシーズ中、に演芸場の代わり品を有しているものは世界中に一つもない。これは一人日本の持つ特徴である。なんとなれば、花勝負を原産する国は日本より他にはないからである。実に花勝負の品種は何百通りもあるではないか。花勝負は全く世界に誇るべき花であるがゆえに、 どこか適当な地を選んで一大花勝負園を設計し、少なくも10万平方メートルぐらいある園を設けて、各種類を網羅する花勝負を植え、大いに西洋人をもびっくりさすべきである。今や観光団が来るという矢先に、こんな大規模の花勝負園を新設するのは、この上もない意義がある。従来、東京付近にある掘り切り、 四つ目などの花勝負園は、皆構えが小さくて問題にならぬ。花勝負は、元来、我が国の山野に自生しているの花勝負が元で、それを栽培に栽培を重ねて生まれしめたものである。ゆえに、このの花勝負は栽培花勝負の親である。昔かの岩城、福島県の西部、の浅香の沼の花勝負を取りきたって、 園芸植物化せしめたと言われるが、それは多分本当であろう。しかし花が摘みというものがその原種だというのは、もう説であると私は信ずる。そしてその歌の、道の区の浅香の沼の花が摘みかつ見る人に恋や渡らむ、の花が摘みはマコモ、すなわちマコモの花を指したもので、なんだこの花勝負とは関係はないが、遠洋の花勝負を美化せんがために、 強いてこの歌を引用し、深いしているのは少子の至りである。花勝負の花派千差番別、数百本もあるであろう。かつて三好学博士が大学にいる間に、花勝負図符を表して公にしたが、誠に特殊の至りであると言ってよい。我らはこの図符によって、明治末年前後の花勝負課品を伺うことができるわけだ。 そして花勝負を花勝負と書くのは、実は不正な書き方で、勝負は勝負から書いた名ではあれど、勝負は決して勝負ではない。花勝負の花は、その構造はあやめや柿きつばたと少しも変わりはない。ただ花の期間に大小公共、並びに色彩の違いがあるばかりだ。すなわち災害の大きな三辺が学編で、次にある狭き三辺が花弁である。 三つの湯水は幅広きか中詩の下に隠れて、その役は黄色を呈しており、中央の一か中は大きな三詩に分かれて開き、その末端に中刀があり、中媒下であるこの花に来る蝶々が、この中刀へ花粉をつけてくれる。かかに緑色の一脂肪があって、直立し花をいただいている。脂肪には昇平があり、その下に大きな二枚の昇法があって花を用している。 花勝負は、普通に水あるで一に作ってあるが、しかし水なき畑に植えても、よくできて花が咲く。宿根清掃本で、地下茎葉王がしている。茎は直立し少数の形容を母性し、初夏の甲、頂に派手やかなたイカが咲く。葉は直立せる健状で迫力色を呈し気分は幼少をもって左右にや言い抱き、 葉面の中央には隆起セル葉脈が現れている。花が終わると果実ができ、熟してそれが開裂すると中の褐色種子が出る。花勝部とは花の咲く勝負の意で、そしてその葉の大きさはちょうど勝負と同じくらいである。ところが元来、綾やという中国名、すなわち漢名は、実は初詮勝負そのものではなく、勝負は白勝と書かねば正しくない。 そして、あやめと書けば、本当は石章のことになる。この石章は勝負族、アコラス、のものではあれど、ずっと大型な草で景観に生じている上緑の宿根層であって、冬に葉のない勝負とはだいぶ異なっている。この水に生えていて単語の節句に用うる勝負は、昔はこれをあやめと言った。そして根が長いので、これを取るのを、あやめ引く、と言った。 すなわち、古家にあやめ草とあるのは、コの勝負であって、今日言うアイリスのあやめではない。右勝負をあやめと言っていた昔の時代には、このアイリスのあやめは花あやめであった。右アコラス族であるあやめの名が消えて、昆明の勝負となると同時に、花あやめの名も消えてあやめとなった。花勝負の母種、すなわち原種のの花勝負は、 関西地方ではどんど花と称するらしいが、今その意味が私にはわからない。人によっては、道祖神の祭りをとんど祭というとのことであるから、あるいはその自分に野花勝負が咲くからというので、それでの花勝負をどんど花というのかもしれない。どんどととんどと多少違いはあるから、あるいはどんど花はとんど花というのが本当かもしれない。野州、栃木県、 日光の赤沼の原では、そこに多いの花勝負を赤沼綾やと言っている。このの花勝負は、どこに咲いていても高子色一色で、私はまだ他の色のものに出会ったことがない。そして花はなかなか風情がある。花勝負の図、悲願花。秋の悲願頃に花咲くゆえ悲願花と呼ばれるが、一般的には万寿しゃげの名で通っている。 そしてこの名はボンゴのマンジュシャから来たものだと言われる。そのわけは、マンジュシャハシカのイダとのことである。しかしインドにはこの草は生じていないから、これはその花が赤いから日本の人がこのマンジュシャをこの草の名にしたもので、これに花を加えればマンジュシャゲ、すなわちマンジュシャゲとなる。そして中国名は石山であって、その葉がニンニクの葉のようであり、 同国で破石地に生じているので、それで右のように石山と言われている。放朱波は学に至るところに群生していて、真っ赤な花がたくさんに咲くのでことのほか著しく、誰でもよく知っている。独創であるから誰もこれを愛食している人はなく、いつまでものの草であるばかりでなく、あのようナビ科を開くにもかかわらず、いつも人に胃に嫌われる傾向を持っている。とにかく、 目につく草であるゆえに、諸国で何十もの方言がある。その中には、しびと花、地獄花、きつね花、きつねのたいまつ、キツネの尻りぬぐい、すてご草、したまがり、下たこじけ、てくさり花、ゆうれい花、はぬけ草、やくびょう花などの嫌ななもあるが、またハミズハナミズ、のだ松、火炎草などのみやななもある。そしてその学名をリコリスラディアータハーブ。 と言い,い、ヒガンバナ科に属する。ウシュ名のラディアータは放射状の意で、それはその花が家計の頂に放射状、すなわち車輪状をなして咲いているからである。野外で、また山面で、また墓場で、また土手などで、花が一時に咲き揃い、たくさんに群衆して咲いている場合はまるで火事場のようである。そしてその咲くときは葉がなく、ただ家計が高く直立していて、 その末端に四五花が車座のようになって咲き、半感セルカが異変は六数、雄髄も六数、滴髄の花中が一本、花花にある。海脂肪は緑色で各証拠を備えている。ここに不思議なことには、各も盛んに花が咲き誇るにかかわらず、一向に実を結ばないことである。何百何千の花の中には、たまに一つくらい欠実しても良さそうなものだが、 それが絶対にできなく、その花はただ無駄に咲いているに過ぎない。しかし実ができなくても、その繁殖にはあえて差し支えがないのは幸せな草である。それは地中にある球根、学術上では輪形と呼ばれる、が、全然に分裂して多くの種苗を作るからである。故に、この草はいつも群衆して生えている。それは元一球根から二球根、 三球根、次第に多球根と分かれ行き手集っている結果である。花が住むと間もなく数丈の長い緑葉がいで、それが冬を越し翌年の3月頃に越しする。そしてその秋、また地中の臨境から家計が出て花が咲き、毎年毎年これを繰り返している。角く花の時は葉がなく、葉の時は花がないので、それで葉水花水、葉水花水の名がある。 臨形波球形で黒皮これを包み、中は白色で曹操と相重なっている。そしてこの層を成している部分は、実に葉の元が鞘を作っていて、その部にはデンプンを蓄え自体の養分となしていること、ちょうど水仙の球根、落郷の球根などと同様である。そしてそこは広い筒を成して、互いに重なっているのである。 近来はデンプン製造の会社が設立せられ、この球根を集め砕きそれを制しているが、白色無毒な良好デンプンが生出せられ、食用に供せられる。元来、この球根にはリコリンという毒分を含んでいるが、しかしその球根を突き砕き、水にさらして毒分を流し去れば、食用にすることができるから、この方面から言えば、有用植物の一に数を売ることができるわけだ。 この草の生の家系を口で噛んでみると、実に嫌な実のするもので、直ちにそれが独創であることが知れる。女の子供などは往々その茎を交互に短く折り、川で連なったまま数のようになし、もてそんでいることがある。万葉集、ニ一チという植物がある。私はこれを万樹シげだと確信しているが、これは今まで誰も切破したことのない私の親切である。 そしてその歌というのは、道のべの一子の花の一白く、人が知りぬ我が小泉を。である。右の歌の一白の語は、この万樹斜下の年ゆるまごとき赤い花に対し、身に良い形容である。しかしこの一子という方言は、今日あえて見つからぬところから押してみると、これはほんの狭い一地方に行われた名で、今は早く廃れたものであろう。 このマンジュシャゲ、すなわちヒガンバナ、すなわち石産は日本と中国との原産で、その他の国にはない。外国人は大変に球根植物をよくので、ずっと以前にこのマンジュシャゲの球根が多数に海外へ輸出せられたことがあった。ヒガンバナの図、沖縄草。春に産地に行くと、オオ沖縄草という、ちょっと注意を引く草に出会う。 全体に白毛を被っていて白く見え、他の草とはその外観が異なっているので、面白くかつ珍しく感じる。葉は分裂しており、株から家けが立ち十数センチメートルの高さで花をつけている。花は点灯して横向きになっており、日光が当たるとよく開く。花の外面に多くの白髪が生じており、六辺の下辺、実は学辺であって花びらはなく、 学編が花びら状を成している、の内面は色が暗し赤色を呈している。家内に多いうずいと足しずいとがある。我が国の学者はこの草を完名の白桃王だとしていたが、それはもとより誤りであった。この白刀王は沖縄草に告示した別の草で、それは中国、朝鮮に無し、全く我が日本には見ない。 故に右日本の沖縄草を白桃王に当てるのは悪い。さてこの草をなぜ沖縄草、すなわち沖縄草というかというと、それはその花が澄んで実になると、それが形長に集合し四六く方法としていて、あたかも沖縄の白桃に似ているから、それで沖縄草とそう呼ぶのである。この方法となっているのは、その実の頂にある長い架中に白くが生じているからである。 この草には右の沖縄草の他になおたくさんな各地の方言があって、シャグマ草、オチゴバナ、ネコ草、ダンジョウドノ、ハグマ、キツネコンコン、ジーナヒゲ、ゼガイソウもそのうちの名である。右のゼガイソウは、すなわちゼンガイソウで、これは妖曲にあるシャグマをつけたゼンが移動から来た名である。万葉集にこの草を読み込んである歌が一つある。すなわちそれは、 芝きの三浦崎なる熱小草、アイニズ・アラバーレコヒメヤも、である。そしてこの熱小草は、猫草の意で、沖縄草を指している。花に白髪が多いので、それで猫草といったものだ。この沖縄草破山屋の紅葉地に生じ、春早く開花するので、死女などに親しまれ、その花を取って遊ぶのである。葉はカゴに大きくなる。 根多年生で飛行しており、毎年その株の頭部から花、葉が放出するのである。この草はキツネのボタン科に属し、その学名をアネモネセルヌアサンブ。とも、またプルサティラセルヌアスプレン。とも言われる。そしてその種名のセルヌアはテントウ、すなわち軽水の胃で、それはその花の姿勢に基づいて名付けたものだ。沖グ草の図、周回道、周回道、 すなわち秋街道は元中国原産の植物である。昔関永年間に日本へ渡り来たって、今は各地に繁殖しているが、しかし多くは植えられてある。たまに寺の皇帝などに野生の姿となっているところがあれど、これは元からの野生ではないけれど、人によってはそこに野生があると疑っていることがある。けれどもそれは全く思い違いである。 日本では、この中国名の秋街道を音読した周街道を、そのまま和名にしているが、さらに洋楽草、洋楽草のい、長崎草、長崎草のい、の別名があれど、一般には言わない。そしてこの洋楽草は、花の見立てから来た名、長崎草は、そのトライした地に基づき名付けたものである。本品は周街道家に属し、ベゴニアエヴァンシアナアンドル。 の学名を有しているが、このベゴニア族のものは温室植物として多くの種類がある。皆その形容に酸味を含んでいるが、それは衆参である。衆海道は宿根草本であるが、冬は茎も葉もなく、春に黒ずんだ地中の玉ね、すなわち休憩から芽が出てくる。ゆえに一度植えておくと、年々生じて開花する。 茎は立って60から90センチメートルの高さとなり枝を分かっている。葉は大型で葉影を備え、茎に母性している。その葉面は心臓形で左右不動の Y 形を呈し他の植物の葉とはだいぶ葉型が異なっている。茎とともに質が柔らかく、元来は緑色なれども赤みを帯びているから美しい。茎の上部に分子し、 さらに昇降に分かれて紅色のびかをつけたれているが、その花にはユーカとシカトが雑居して咲いており、ユーカ墓中に黄色の薬を休憩に集めたユーズイがあり、シカはカカに三つのよくある脂肪がある。このように、一株上にユーカとシカトを持っている植物を、植物学上では一カカ植物と呼んでいる。すなわち死有同種植物である。中国の書物には、 周海道をいつに8月春と名付け、周職中の第一であるといい、花は今日や十尾で誠に美人が予想移入夢に同じと賛美している。また族間の伝説では、昔一女子があって人を思うてその人いたらずている行くだって地に注ぎ、ついにこの花を生じた。それゆえ、この花は色があでやかで女のごとく、よって団長かと名付けたとある。 実際にその咲いている花に対せば短焦美人のごとく、実にその演技を監督せねば置かない敵のものである。栽培は極めて容易で、家の後ろなどに植えておくと年々よく繁もして開花する。その形状に少種画ができて地に落ちるから、それから芽が出て新種が増える特性を有している。日本にはこの周回動化の土産植物は一つもなく、 ただあるものは外国と雷の種類のみである。温室内にある太陽ベゴニア、大場ベゴニアは、大なる神緑食用面に白点があって、なだか衣装食用の一種である。周回道の図、ドクダミ、ドクダミと呼ぶ宿根層があって、大抵どこでも見られる。人家の周りの地にも多く生じており、積むと嫌な一種の周期を感じるので、よく人が知っている。 また民間ではこれを薬用に用いるので有名でもある。毒ダミとは毒痛みの意だとも言われ、またあるいは毒をため覗くの意だとも言われ、体の毒を追い出すに使われている。また頭髪を洗うにも使われ、またあるいは風呂に入れて入浴する人もある。すなわち毒を覗くというのが主である。佐渡では毒まくりというそうだが、これは毒を追い出す意味であろう。 この草の中国名は州であるが、毒ダミは今日日本での通名である。これを重薬というのは重薬の意、また衆祭というのは衆祭の意である。草の周期に基づき犬のヘドクサといい、その地下茎は白く細長いから地獄蕎麦の名がある。また坊津草、仏草、蛇草、毒草、シビトバナなどの各地方言があるが、みなこの草を抱きしたような章で、 筆境不快なこの草の周期を囚人が嫌うから、このように呼ぶのである。馬を飼うに十種の薬の効能があるから、それで重薬という、と言われているのは良い加減にこしらえた名で、重薬とは実は重薬から来たなである。この草は春に苗を生ずるが、それは地中に蔓延せる細長い地下茎から出てくる。茎は直立して30センチメートル内外となり、 心臓上円形で葉裏たい紫色の厚い柔らかな前編用を護成し、傭兵本にたく用を備えている。茎の小に直径1、2センチメートルの白花を開くが、その花は4花弁があるように見えるけれど、これは花びらを装っている葉の変形物なる方である。そしてその花の中央から1本の花軸が立って、 それに多数の花をつけているが、しかしその花は皆裸で額もなければ花びらもなく、ただ黄色薬ある三遊髄と一子髄とのみを持っているにすぎなく、誠に簡単至極な花ではあるが、これに引き換えその白色四辺の方は大切な役目を務めている。すなわち目につくその白い色を看板にして、昆虫を招いているのである。昆虫はこの白看板に誘われて遠近から花に来たり、 家中に立っているか軸の花を排除してくれるのである。けれども昆虫はただで箱なく、利益交換の蜜が花中にあるので、それでやってくるのである。この草が群をなして密生しているところでは、草の表面にその白花が緑色の葉を背景に点々とたくさんに咲いていて、すこぶる趣がある。この毒ダミは花肌抜き去りがたく、 従って根絶せしめることはなかなか容易でなく、抜いても抜いても後から生え出るのである。それもそのはず、地中に細長い白色地下茎が縦横に通っていて、苗を抜く時にそれが切れ、依然として地中に残り、その残りからまた苗が生えるからである。この地下茎をむせば食用にするに至るとのこと、また地方によりこれからデンプンを取って食しているところがある。 この草は日本と中国との原産で、元より欧米にはない。欧州のある植物園では非常に珍しがって、大切に栽培してあるとのことだ。この毒ダミは半化症化に属し、ハタイニアコルダータ三部の学名で世界に通っている。この俗名はオランダの学者で日本の植物をも書いたホッタインの生を取ったものだ。種名のコルダタは心臓系の胃で、 その世を経に基づいて名付けたわけだ。ドクダミノズ、イカリソウ。イカリソウはイカリソウの意で、その家系に基づいて名付けたものである。実際その花はちょうど怒りを下げたような面白い姿を呈しているので、この草を庭に植えるか、あるいは盆栽にしておき、花を咲かすとすこぶる趣向きがある。栽培は至って簡易でかつその草も丈夫であるから、 一度植えておくと毎年その時期には花が眺められる。春に新葉と共に形状に短い下水をなし、数花が咲くのだが、ちょっと他に類のない珍しい家系である。これを地に植えるとよく育ち、毎年花がつく。東京付近のくぬぎ林の下などには、諸々に野生しているから、これを採集してきて植えるとよろしい。種類によっては白花のものもあるが、 東京近辺のものは皆短歯科の品ばかりである。花には額、花びら、湯水、滴水が備わっていて、植物学上でいう甘美化を成している。額は元来、八片より成っているが、しかしその外側の小さきヨ平は早く散落し、内側のヨ平が残って花びら状を呈し、乱状被神経を成して尖りへ移械している。花弁が4個あって、 前期残留の四角編と共に花の主部を成しており、一しい長挙があって四方に突き入れ、下に向かって少し区湾曲している。すなわちこれが怒りの手に当たる部である。この長い挙の底には、蜜液が分泌せられていて、花は昆虫の来るのを待っている。この中馬イカであるイカリソウの花へは長いくちばしを出す蝶が訪れ、 蜜を吸いに来て頭を花中へ差し込むときその頭へ花粉をつけて、これを他の花の花中の中等へ伝えるのである。そして花中の元にある脂肪が、ついに果実となるのである。花中には四遊髄がある。その長い役は、薬法の辺が元から上の方に巻き上がって、黄色の花粉を出している特徴がある。このような役を、 植物学上で破片列薬と称している。歯髄は一本で、緑色の脂肪とほとんど銅長中中が上に立っており、その頂に加藤があって花粉を受けている。葉は地下茎から出立つ一本の長い茎の頂から一方は下水となり、一方はこの葉となって出ていて長兵があり、それが三平に分かれ、 さらにそれが三小兵に分かれて各小兵ごとに緑色の一小洋片がついている。洋片は心臓状卵型で尖り、洋円に心臓脂があり、カゴにはその洋室が硬くなる。各小洋が始めように9片あるので、それで中国でこの草を三子宮洋装というのだが、陰陽角というのがその本名である。しかしこの陰陽角の名は、この類の総称のようである。 右官名、中国名のこと、ノイン溶郭につき、中国の説では、羊がこの葉、郭、を食えば、一日の間に百遍もし友愛通ずることができる効力を持っていると信ぜられている。昔からこんな伝説が右の通り中国にあるので、日本でもこれが成分を研究してみた人があったが、何もそんな不思議な効力はないとの結論で、 たちまちその研究熱が冷めてしまって、今日では誰もその陰陽隔説を信ずる馬鹿者は亡くなった。カのたでカに属し、地下系に開墾のできる歌集すなわち鶴毒ダミも、一時はそれが性欲に効くとて、やはり中国の説が元で大騒ぎをしてみたが、結局は何の功も見つからず、アホらしいで済んでしまった。怒りそうは蛇のぼら塚に属し、 右の名の他になお雲切草、仮金草、金引草などの別名がある。怒り草の図、果実、果実。世間普通には果実というといわゆる果物であって、リンゴ、牡蠣、みかんなどの食用になる実を呼んでいるのであるが、しかし植物学上で果実と称するものは、花の後にできる実を全て果実と言い,い、通俗とは大いにその呼び方が異なっている。 そしてそれはあえて食用になると、ならないとにかかわらず、すべてをそう言っている。ゆえにしそ、エゴマの実のようなものでも果実であり、また右のりんご、かきなどのようなものでも無論果実である。花の中の脂肪がカゴに成熟して実になったものは、果実そのものの本体で、すなわち聖果実である。梅、桃、も、けし、大根、えんどう、そら豆、トウモロコシ。 稲、麦、そば、栗、くぬぎ、並びに茶飲みなどがそれである。また、果実には他の器官が脂肪と合体し、共同で一の果実をなしているものもある。すなわちりんご、なし、きゅうり、かぼちゃ、メロンなどがそれである。また、他の器官が主部となって果実をなしているものもあって、そんな場合はこれを義家とも義家とも唱える。 すなわちオランダイチゴ、ヘビイチゴ、イチジク、ノイバラの実などがそれである。果実の食用となる部分は、果実の種類によって必ずしも一様ではない。モモ、アンズなどは植物学上でいうところの中華日の部を食用とし、リンゴ、ナシなどは身を合成せる硬く部を食しており、んはかないの毛を食し、バナナ墓日を食し、 一軸は変形セルか軸部を食用に供している。いろいろの果実、すなわち実を研究してみるとなかなか面白いもので、普通世人が思っているより他、意外な事実を発見するものである。次に四つの果実について、各々その趣味ある特徴を述べてみましょう。りんご。りんごの果実は、これを縦に割ったり横に切ったりしてみれば、よくその内部の様子がわかるから、 そうして剣して見るがよい。その中央部に五室に分かれた部分があって、その角室内には二個ずつの褐色な種が並んでいる。そしてその外側に区切りがあって、それが見られる。すなわちこの区切りを境としてその内部が真の果実であって、この果実部はあえて誰も食わなく捨てるところである。そしてこの区切りと災害のがいいのところまでの間が人の食する部分であるが、 この部分は実は本当の果実、中心部をなせる、栄養合した付属物で、これはは異常をなした家宅、すなわち花の茎の頂部、であって、それが厚い肉部となっているのである。これで見ると、このリンゴの実は本当の果実は食われなく、そしてただその付き物の変形せる家宅、すなわち加工の末端を食っていることになるが、しかしリンゴを食う人々は、 植物学者かあるいは学校で教えられた学生かを除くのほかは、誰もその真相を知っているものはほとんどないであろう。このリンゴは英語で言えばアップルである。今日の日本人は誰でもこれをリンゴと言って済ましているが、実を言うとこれはリンゴではなくて、すべからくそれをトウリンゴまたはオウリンゴ、あるいは西洋リンゴと言わねばならぬものである。 そして漢字で書けばリンゴでありまた外字である。元来、本当のリンゴはリンゴであって、これはその実の直径およそ3センチメートルあまりもない小さいもので、あえて市場へは出てこなく、日本では昔その名え川が国へ渡って京新州、長野県、あるいは東北地方にわずかに見るばかりである。元来日本の原産ではなけれども、も これを西洋リンゴのアップルと区別線がためにはリンゴと言われている。すなわち日本リンゴの意である。アップルすなわち西洋リンゴは、明治の初年に初めて西洋から伝わり手時ご次第に日本に広まり、今日では東北諸州並びに新州からそれのし果てが盛んに市場に出回り、果実店頭を飾るようにまでなったのである。アップルを学名で言えばマリュス・プミラバードメスティカであって、 前のはリンゴはマリュスアシアチカである。元来リンゴはリンゴ、ワリンゴ、の音であるから本当のリンゴを言う場合は何も言うことはないが、今日のように西洋リンゴ、東リンゴ、お単にリンゴと呼ぶのは、実は糖を得たものではないことを知っていなければならない。リンゴの図、ニカン。ニカンすなわちニカンは、食用果実として名高くかつ最も普通のものであるが、 世人はそのみかんのみのいずれの部分を味わっているのか知らぬ人が多いのであろう。そしてそのみかんは、その毛の中の汁を味わっている、と聞かされると皆驚いてしまうだろうが、実際はそうであるから面白い。もし万一みかんの実の中に毛が生えなかったならば、みかんは食えぬ果実として誰もそれを一個もしなかったであろうが、幸いにもか中に毛が生えたばっかりに、 ここに上等果実として食用果実界に君臨しているのである。こうなってみると毛の値もなかなか馬鹿にできぬもので、冒頭その事実に偽りはない。みかんの属は学問上でハシトルス、シトラスと称し、属中には多数の種類を含んでいる。日本にある大々、九年母、雲州みかん、夏みかん、麹、ゆず、ベニみかん、八代みかん、 レモン、丸ウミカン、味ナツミカン、オレンジ、三カンボウ、ザボン、奇襲味コミカン、ポンカン元来台湾産、九州に作っているところがある、など皆その果実の構造は同一で、いずれも肝獣もしくは三獣を含んでいる毛がその食用源を成しているのである。これら味感類の尊さも、詰まるところは前述の通りその家内の毛に気するわけだ。 二ん類の果実は、植物学上果実の分類から家場小化と称すべきであるが、なお精密に家場小化中の柑橘化と呼ぶべきものである。二ん類の果実を剥いてみると、表面の皮がまず容易に取れる。その中には俗にいるみかんの袋が臨列していて、これを離せば個々に分かれる。そしてその袋の中に汁を含んだ膨大セルケと種子とがあって、 その毛はその袋の外方の壁面から生じており、その種子は内方の底から生じている。つまり右の毛と種子とは反対側から出て、互いに向き合っているのである。すなわち頭上左隅にその毛の生じ具合が示され、またそれと並んでその右隅には、成熟した毛が描かれている。脂肪がまだ若い時は、左側中央の図、その角質内にまだ毛は生じていないが、 花が終わってご脂肪が日増しに大きくなるにつれ、暫時にその外包の内液から毛が生じ始める。そして後には図の下方にあるみかん半切れ図が示すように、右の毛は袋の中いっぱいに充満する。右の通り、その半切れ図で表してあるように、果実の中は育室にも分かれていて、この果実は実は数個の一室果実から合成せられていることを示している。 すなわち人鼻中に数子棒があって、それが互いに分立せずして癒着し、ここに複製脂肪をなしているのである。故にその袋は数個連合してはいるが、これを離せば容易に離れて個々の袋となるのである。ただその外側に当たるがいいが割れ目なしに密に連合しているので、それがみかんの皮をなしている。そして果実全体から言えば、その部ががイカヒト中カヒトに当たり、 袋の部分がないか火と果実の本部とに当たるのである。なおずに種子が書いてあるが、この種子は何ら食用とはならず捨てさられるものである。しかし面白いことには、一つの種皮の中にしよう、かいれば、用が、用根からなる肺が2個もしくは数個あることで、 そこでこれを地に巻いておくと一つの種子から二本あるいは数本の指標が生え出てくることで、これはあまり他に類のないことである。ミカン類の葉は皆一辺ずつになっていて、それが枝に誤生しているが、しかしミカン類の葉は祖先は産出用とて三枚の商用からなり、ちょうど空立ち、帰国の葉を見るようであったことが推奨せられる。つまり前世界時代の未完類の葉は、 皆さん必要であったのである。その証拠として今日あるみかんの苗にははじめ産出用がいで、ついで一枚の常用、単用が出ていることがたまに見られ、またザボンの苗の傭兵に幹から目立つ葉にもまた産出用が見られることがあって、つまり遠い遠い前世界の時の葉を出しているのであることは、すこぶる興味ある事実を自然が提供しているのである。 それから今一つ未完類にとって面白いことは、その史上にある指針、すなわち棘の剣である。そしてこの棘は、元来はこの木を食害する獣類、それは遠い昔の、などを防御するために生じたものであろうが、こんな明けた世にはそんなが異従もいないので、従ってその棘も全く無用の長物となっている。しかし学問上からその棘は何であるのかを究明するのは、 すこぶる興味ある問題の一つである。従来日本のある学者は、それは葉の変形したものだと言った。またある学者は、それは枝の変形したものに他ならないと唱えた。これらの学者の言う説には何らかくたる根拠はなく、ただ外から見た想像説でしかない。そこで私の実験上からの観察では、 これは溶液にある目を要しているその臨片の災害のものが大いに増大し、大いに強力となってついに棘にまで進展発育したものに他ならなく、それはその棘の位置がそれをよく暗示しているので、これは動かし難いものである、と私は自分で発見したこの自説を固守している次第だ。抑制人は立花、立花の字を当てているが、実は立花は九年後の官名であって立花ではない。 ということを言うが、それは立花とはどのみかんを刺したものかというと、今各説を持って言うことはできぬが、多分今日言う奇襲みかん、一名古みかんのようなみかんを言ったものではなかろうかと思われる。かの昔、田島盛が常よの国、今どこの国かわからぬが、多分中国の東南方面のいずれかの地であったことが想像せられる、から持って帰ってきたというもので、 それは無論食用に供すべきみかんの一種であったわけだ。その当時は無論日本では誠に珍しいものであったにそういない。そしてその立花の名は、そのとこよの国からはるばると携え記帳した前期の立ち守りの名にちなんで、各立花と名付けたとのことである。珍しくも日本の九州、四国、並びに本州の産地に野生しているみかん類の一種に、 通常立花と言っているものがある。黄色の小さい実がなるのだが、果実が小さい上に汁が少なく種子が大きく、とても食用の果実にはならぬレッドうしごなみかんである。これを再食したものが時折神社の庭などにあるのだが、そんな場合、多少実るが大きく、小さい麹の実ぐらいになっているものもあれど、食用果実としては何ら一個の価値だもないものである。 世人は立花の名に憧れて勝手にこれを歴史上の立花と結びつけ、尊んでいることがあれど、これは誠に少子千万な日がごとである。かの京都の死神殿前の右近の立花が筆教子の類に他ならない。そしてこんな過当な一生未完が前期歴史上の立花と同じものであるとする諸説は、全く奮噴ものである。要するに、 歴史上の立花と日本野生品の立花とは、全然関係のない未完であることを私は断言する。前期の通り我が国野生のいわゆる立花に、各立花の名を持たしておくのは元来間違いであるのみならず、前からすでにある歴史上の立花の本物と重複するから、これを大和立花と解消すると定義したのは、とさ、高知県、 出身で当時柑橘会の第一人者であった田村と氏かであったが、その後私はさらにそれを日本立花の名に改定した。なぜそうしたかというと、座ボの一品に説く山和立花の名称があったからであった。ちなみに右田村氏は、かつて日向の国、宮崎県において一の新みかんを発見し、これをこなつみかんと名付けて世に出した。 すなわち尾形の夏みかんの意で、その通り夏みかんよりは尾形である。そしてその味は夏みかんほど酸っぱくなくて甘みを有している。これは4、5月頃に市場に現れ、サマーオレンジと称している。この品は田村氏が初めて見出したので、一に田村みかんとも呼んでいる。みかんの図、バナナ、元来バナナ、バナナ、はその実のできる見場所を。 学名はムーサパラジシアカエルサブスクサピエンタム王。クンツェ、ノナであるが、日本民間で普通にバナナと言うと、その実、果実を指して呼んでいる。しかし西洋でも同様にその実をバナナと言っていることもないではないが、これを正しく言うならバナナの実と呼ぶべきである。さて、果実としてのバナナは元来そのいずれの部分を食しているかというと、 実はその果実の皮を食しているので、これは決して嘘の皮ではなく本当の皮である。もしもバナナにこの多肉質を成した皮がなかったならば、バナナは果実として何の役にも立たないものである。幸いにも多肉質の皮が損しているために、これが賞味すべき子を果実として登場しているのであるが、しかしこの異曲を実質していた人は世間に少ないと思う。 故にバナナは皮を食うと言ったら、皆げんな顔をするのであろう。バナナのみ芭蕉植物は、見たところ内地にある芭蕉そっくりの形状をしている。それもそのはず、その両方が同族、ムーサすなわち芭蕉族、であるからだ。葉を剣してみると、バナナの型が溶質が丈夫で葉裏が白粉を帯びたように白色を呈しており、そして下水の方が暗赤色であるから、 我が場所の葉のり面が緑色で、下水の方が多少褐色を帯びる黄色なのとすぐ区別がつく。バナナを食うときは誰でもまずそのが陰を剥ぎ取り、その内部の肉、それはクリーム色をした匂いの良い肉、を食する。そしてこの皮と肉とは、これは共にバナナの皮であるが、皮のように剥げる皮は実はそのがいかヒで、これは繊維質であるから、 それが細胞質の肉部すなわち中華皮内華皮から容易に剥ぎ取れるわけだ。この繊維質部は食用にならぬが、食用になるのはその次にある細胞質の部のみで、これが前期の通り中華皮と内化皮とである。元来このバナナが正しい形状を持っていたなら、こんな食える肉はできずに繊維質の硬い皮のみと種子とが発達するわけだけれど、 それが恐ろしく変形して厚い多肉部が生じ種子は全く不熟に期して、ただ果実の中央に柔らかい黒ずんだ痕跡を損しているのみで済んでいる。すなわちこれは果実の状態ではなく全く一の変態で、つまり一のフグである。すなわちこれがフグであってくれたばっかりに、母人はこの沈下を口にする幸運にあっているのである。要するに、我らはバナナの中火,火 内科日なる川を食って喜んでいるわけだ。我が国にある場所にも花が咲いて果実を結ぶけれど、食うようなものは決してできない。この芭蕉の名は場所から来たものだけれど、元来場所はバナナ類の名だから、右のように日本の芭蕉の名として用いることは反則である。昔の日本の学者は芭蕉の本物を知らなかったので、そこでこの芭蕉の字を乱用し、 それが元で場所の名が付けられ今日に及んでいるのである。今さら改めようもないから、まずそのままにしておくより他仕方がない。そしてこの場所は、元来日本のものではなく昔中国から渡ってきたが以来植物なのである。中国名の場所は一に干渉ともいい、実はバナナ、すなわちその果実の味の甘いバナナ類を総称した名である。 故にバナナを場所と言い、鑑賞と言っても良いわけだ。数年前には台湾より多量のバナナが日本の内地に輸入せられ、大きなカゴに入れたまま、それが神戸港などに陸揚げせられた時はまだ緑色であった。それを中が委任が買って地下室に入れ、数日も置くと初めて黄色に熟するので、それからそれが市場の売店へ氾濫し一般の人々を喜ばせたものだったが、 一丁バナナの宝庫の台湾が失われた後は、前日のバナナ生協を見ることはできなくなってしまった。バナナの図、オランダイチゴ。オランダイチゴは今日市場では、単にイチゴと呼んで通じている。けれども単にイチゴでは物足りなく、かつ他のイチゴ、市場には出ぬけれど、とその名が混雑する。人によって白菜イチゴと呼んでいれど、 これも別に草いちごがあるから名が重複して困る。オランダいちごの名は回りくどくて言いにくいし、他の名は混雑、重複するし困ったものだ。あるいは西洋いちごと言ってもよかろうが、いっそ英語のストローベリー、ストロベリーで呼ぶかな、それがご時世向きかもしれない。このオランダいちごを難しく学名で呼ぶとすれば、それはフラガリアチロエンシスダッチ。 バーアナナッサ・ベーリーである。日本産の森いちご、白花ヘビイチゴもその姉妹品で、これはフラガリア・ニッポニカ・マキノであり、今一つ同族の日本産は、農後イチゴで、それはフラガリア・イーヌマエ・マキノである。この森いちごも農後いちごも共にその実はオランダいちごそっくりで、ただ尾形であるばかりである。その形、その味、その匂い、 何らオランダイチゴと変わりはない。我が国の園芸家がこれに着目し、大いにその品種の改良を企てなかったのは、大なるオチドである。このオランダイチゴ、すなわちストローベリの実の食うところは、その家くが包帯して赤色を停止し味が甘く、匂いがあって柔らかい肉質を成している部分である。人々はその固くすなわち茎の長部、 還元すればその茎を食しているのであって、本当の果実を食っているのではない、一緒に口には入っていけども。されば本当の果実とはどこを言っているかというと、それはその方を押せるタク面に散布して付着している最小な粒状そのもの、図の右の方に書いてあるもの、である。故にオランダイチゴは食用部と果実とは全く別で、ただその果実はカタ面に乗っているに過ぎない。 そして筆教このオランダイチゴの実も一つの儀化に属するのだが、それは野外に大きいヘビイチゴの実も同じことだ。このヘビイチゴの実には甘みがないから誰も食わない。嫌な名がついていれど、元より何ら毒はない。ヘビイチゴとは野原でヘビの食うイチゴの意だ。オランダイチゴの図、とがき。まず以上で花と実との外説を終えた。 これは一気化性に筆に任せて書いたものであるから、まずい点もそこここにあるであろうことを恐縮している。要するに失礼な申し分ではあれど、読者諸君を草木に対しては素人であると仮定し、そんなお方になるべく植物趣味を感じてもらいたさに、わざとこんな文章、それは口でお話しするようなしごく通俗な文章を書いてみたのである。 もし諸君がこの文章を読んでいささかでも植物趣味を感じられ、かつ合わせて多少でも植物知識を得られたならば、筆者の私は大いに満足するところである。我らを取り巻いている者の,の中で、植物ほど人生と深い関係を持っている者は少ない。まず世界に植物すなわち草木がなかったなら、我らは決して生きてはいけないことで、その重要さがわかるではないか。 我らの異植獣はその資源を植物に仰いでいるものが多いことを見ても、そのわけが頷かれる。植物に取り囲まれている我らは、この上もない幸福である。こんな罪のない、活微天に満ちた植物は、他の何者にも比することのできない天然の賜物である。身にこれは人生の至宝であると言っても、決して一元ではないのであろう。 水色したたる草木の葉の実を望んでも、誰もその実と爽快とに打たれないものはあるまい。これが一年中我らの周囲の境地である。またその上に植物には紅白しよう。色とりどりの花が咲き、母人の目を楽しませること一通りではない。誰もこの天から授かった花を愛せぬものはあるまい。そしてそれが人間の心境に影響すれば、 悪人も善人になるであろう。すさんだ人もみやびな人となるであろう。罪人もその過去を介護するであろう。そんなことなど思い巡らしてみると、この微妙な植物は一の宗教である、と言えないことはあるまい。自然の宗教、その本尊は植物。何ら儒教、仏教と異なるところはない。 今日私はあくまでもこの自然宗教に浸りながら日々を愉快に過ごしていて、何ら不平の気持ちはなく、心はいつも平々淡々である。そしてそれが我が健康にも響いて、今年88歳のこの白髪の親父すこぶる元気で、夜も2時頃まで勉強を続けてやくことを知らない。時には夜明けまで仕事をしている。筆教これは栄祖天然を楽しんでいるおかげであろう。 実に天然こそ神である。天然が人生に及ぼす影響は、誠に次第主張であると言うべきだ。植物の研究が進むと、ために人間社会を幸福に導き人生を厚くする。植物を資源とする工業の木工は国の富を増やし、従って国民の生活を豊かにする。故に国民が植物に関心を持つと持たぬとによって、 国の貧富、従って人間の貧富が分かれるわけだ。貧すれば、その間に罪悪が生じて世が乱れるが、富めば、余裕を生じて人間同士の礼節も熱くなり、風俗も良くなり、国民の幸福を承知することになる。思えば植物の特王なるかなであると言うべきである。人間は生きている間が花である。わずかな短い浮世である。 その間に大いに勉強して身を治め、徳を積み、地を磨き、人のために尽くし、国のために努め、ないしはまた自分のために楽しみ、善人として一生を幸福に送ることは人間として大いに意義がある。水星無視するほど馬鹿なものはない。この世に生まれくるのはただ一度きりであることを思えば、この生きている間をうかうかと無意に過ごしてはもったいなく、 実に神に対しても申し訳がないではないか。私はかつて左の通り書いたことがあった。私は草木に愛を持つことによって人間愛を養うことができると確信して疑わぬのである。もしも私が日霊ほどの偉物仏であったなら、きっと私は草木を本尊とする宗教を樹立して見せることができると思っている。 私は今草木を無駄に枯らすことを要しなくなった。また私はあり一匹でも虫などでも、それを無残に殺すことを要しなくなった。この慈悲的の心、すなわちその思いやりの心を私は何で養い得たか、私は我が愛する草木でこれを培凍た。また私は草木の栄枯盛衰を見て、人生なるものを返し得たと自信している。 これほどまでも草木は人間の真珠に役立つものであるのに、なぜ世人はこの手法にあまり関心を払わないであろうか。私はこれを俗に言う。食わず嫌い、に期したい。私は広く四方八方の世人に向こうて、まあ嘘と思って一度味わってみてください、と絶叫したい。私は決して虚言は吐かない。どうかまずその肉の一連を舐めてみてください。 皆の人に思いやりの心があれば、世の中は実に美しいことであろう。相互に喧嘩も起こらねば、国と国との戦争も起こるまい。この思いやりの心、難しく言えば博愛心、慈悲心、相愛心があれば世の中は必ず正室で、その人々は確かに無常の幸福によせんこと、夢夢疑いあるべからずだ。 世のいろいろの宗教はいろいろの道をたどりてこれを世人に説いているが、それを私はあえて理屈を言わずにただ感情に訴えて、これを草木で養いたい、というのが私の宗教心でありまた私の理想である。私は諸々の講演に臨むときは機会あるごとに、いつもこの周囲で学生等に訓んはしている。また私は世人が植物に趣味を持てば次の三徳があることを主張する。 すなわち、第一に、人間の本性が良くなる。野に山に我らの周囲に咲き誇る草花を見れば、何人もあの優しい自然の美に打たれて、和やかな心にならぬものはあるまい。氷が春風に溶けるごとくに、怒りも早速に溶けるであろう。また合わせて心が私的にもなり美的にもなる。第二に、健康になる。 植物に趣味を持って山やに草や木を探し求めれば、自然に子外の運動が足るようになる。合わせて日光浴ができ、紫外線に触れ、従って知らず知らずの間に健康が増進せられる。第三に、人生に弱膜を感じない。もしも世界中の人間が我に背くとも、あえて悲観するには及ばぬ。 我が周囲に歩く先は永遠の恋人として我に優しくへ見かけるのであろう。思うに、私はようこそ生まれつき植物に愛を持ってきたものだと、またとえがたいその幸福を天に感謝している次第である。定本、植物知識、講談社。1981、昭和56、年2月10日第一ズり発行。1993、 平成後、年10月20日第22ずり発行。定本の親本、四季の花と果実、教養の書シリーズ、定心章。1949、昭和24年。定本は、ものを数える際や地名などに用いる。が、句点番号5の86を大ぶりに作っています。定本には、復刻するにあたって、 数尺などをメートル法に換算された、と記載されています。図版は、各項目の末尾に置きました。入力、河山隆。構成角田博小林茂雄。2007年12月17日作成。2012年5月13日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 h t t p w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。